武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、上智大学の2016年の入試について話していきたいと思います。上智大学ですが、まあ、あのキープ利用型でですね、こちらが、まあ、あの導入されて、まあ、上智大学相変わらず、かなり積極的というか、そもそも上智大学中心にやっているものなので、取り入れられていますが、まあ、入試の傾向そのもの大きな変化は、特に今のところはありません。では早速全科目、見ていきましょう。まず英語についてですが、まあ、読解文法とあと、まあ、学部によっては会話、こちらが結構多く、まあ、文法も文系学部だと正誤問題が出たりという形で、まあ、割とオーソドックスな構成ですが、その量と難易度がなかなか激しい構成となっています。で、時間内に正直全部解ききるのは相当ペース早い人じゃないと厳しいとは思いますので、まあ、上智の問題っていうのは英語だけに限った話じゃなくて全学部、まあ、全部の問題に割と言えることなんですけれども、解ける問題と解けない問題の取捨選択がどれだけ早く正確にできるかっていう点が非常に重要になってきます。なのでそのまあ、制限時間の中で解ける問題をにだけを基本時間を使ってちゃんと解き切るという練習ですね。なのでこの問題はちょっと捨てようっていうことをちゃんと判断するところも含めて練習段階からしっかりやっていく必要があります。で、英文の量は、まあ、まあ一個一個の条文はまあ長いものだと1000超えたりもするんですけど、まあ、あの比較的長さがそこまで長いっていうものが大量に出るというわけではないんですが、一個一個の難易度も高くで、テーマも多岐にわたるので、まあ、リンガメタリカなど、しっかりやっていろんなテーマに、対応できるようにしておいた方がいいかなというふうに思います。とりあえずその、時間内に終わらせる練習で、時間内の中で、取る問題と切る問題というのをちゃんと判断していく練習で、過去問を、復習する際にも全部の問題を解こうとするんじゃなくて、これは無理とかこれは時間余ったらみたいな形の、判別をですねやっていくことを心がけるようにしてください。はい、続いて数学ですが、数学もまあ解ける問題解けない問題が割とはっきり分かれて、解けない問題はとことん難易度が本当にあのどの大学で見てもこんなん解けないだろうみたいな難易度が出たりすることもありますので、無理をせず、解けないと思った問題は、まあ、すっぱり切って解ける問題の中で合格点をちゃんとさらっていくようにするっていう、まあ、部分点を稼いだりとか解ける題名を見極める練習をしっかりやるように心がけてください。ただその解ける問題の中でも、思考力をやり、計算が良かったりする問題は割と多いので、やはり基本的に難易度が高い問題に対応できるようにしておくことが必要です。で、手を出した問題をちゃんと完答まで持っていく力ですね。で、途中でまあ括弧2から括弧3で難易度上がったみたいなことがあったら、そこですっぱりと切れると、そこの判断ができる練習を心がけるようにしてください。はい、続いて国語ですが、基本的には読解が中心の問題 で文語文が古語感が出ないような学部だと出たりはしますので、その場合にはあの、まあ、寸大から出ている文語文の問題集などを使って、まあ、対策して慣れておくことが非常に重要です。で、基本的に読解が中心、特に現代文関連は読解中心の問題が多いですが、その読解に関してもやはりそのかなり細かく読んでいかないと読めないようなものが多いので、現代文読解の開発講座や格闘するなどですねを使って、まあ、あのちゃんと読むということで、ちゃんと問いに答えていくっていう形ですね。まあ、内容が理解できないってなってしまうと、もう根本的に答えを選ぶ以前の話になってしまいますので、内容をちゃんとどっしりと、読んでいけるっていう読解力をつけることを優先して、その上で設問で要求されている回答を答えられるようにするという練習を積むようにしてください。で、古文漢文に関しても、まあ、文法、問題も、あるんですが、中心はやはり、読解問題、メインにはなりますので、読解ですね、内容を理解する力、大体の大筋を捉える力っていう点をしっかり身につけるように心がけてください。はい、続いて社会ですが、社会は一般の、問題、に関しては、まあ、あの選択問題中心で、まあ、ティープ型だとちょっと論述、記述問題が増えるという傾向にありますが、まあ、なのでティープ型、も受ける場合には論述記述対策はしっかりやっておきましょう。で、一般のみ、もしくは一般中心でいく場合には、まああのまあ、記述なり選択問題中心にやっていく、まあ、基本選択問題中心ですねやっていくんですが、その中でも、まあ、日本史だったら資料だったり文化だったりで、世界史だったら地図だったり写真だったりっていうような問題だったりように、要はその幅広くいろんな知識を入れておかないと、ただ用語を覚えただけ、ただ一通り流れをつかんだだけでは解けないような、割とその難易度高めの問題が出てくるので、
いろんなことに、興味を持つというか広く知識を入れる、でいろんな教材を使いこなす、教科書だったり用語集だったり資料集だったりですね、こういったものも併用して、あらゆる、ジャンルをちゃんと、一通り入れておくということを心がけるようにしてください。はい、そして理科、ですが、理科に関してもやはりスピード、そして解けない問題の判断という部分が、中心になります。どうしてもその難易度が高い問題というのは出てくるので、その中でどうやって、合格に達するかっていうふうになると、解ける問題にフルに時間を使えるかっていう目線が非常に重要になります。で、解ける問題に関しては標準問題ちゃんとやって、発展的な問題の中でも割と得点源にできるようなところをちゃんと解ききれば問題なく合格点には持っていけると思いますので、むしろここで合格点が取れないケースっていうのは下手にその解けそうにないような難易度が高い問題にこだわってしまって時間使ってしまって、足りなくなっちゃうっていうケースの方がかなり多いかなと思いますので、解ける問題は確実に解ききるということに目線を向けてやっていくように心がけてください。以上が上智大学の勉強となります。